ね、こういう格好している私が言うのもなんですけど、まあでもあのこういう方をねどんどんこうヒーローにしていくっていうのはあのサポーターのがチームを追っかけるプロセスに非常に似てるんです。昔ももクロとか本当ひどい営業とかしてたよ。でも本当にあれがこう支えることによってあのアイドルがスターになっていくんで、そのプロセスも自分の自チームが成長していくプロセスと似てるんじゃないかなと最近スケベなおじさんを思っております。はい。